2006年に発見され、2013年に記載された絶滅した動物植生の獣脚類に属する恐竜の属。知られている中では、最古のコエルロサウルス類の一つであり、約1億6160万年前の後期ジュラキに生息していたと推測されている。五歳湾から産出した五番目の獣脚類でもある。無数の葉の並んだ頭骨、複数の椎骨、 足の骨の備わった化石は2006年に中華人民共和国の新疆ウイグル自治区でジョージ・ワシントン大学のコロンビア芸術科学校教授のジェームズ・クラークが発見した。彼が携わった発掘調査には当時の博士家庭指導学生ジョナ・チョイニエレや中国科学院古跡追動物個人類学研究所の研究者が参加した。もともとは足の骨の部分が 地表に露出しており、掘り起こしたところ頭骨があらわになった。タイプシュアウルンザイは2013年に、チョイニエレとクラーク、キャサリン・ホースター、マーク・ノレル、デイビッド・エバース、グレゴリー・エリクソン、チュク・ホンジョン、ジョボシが記載、命名した。俗名は、最有機に登場する、四海竜王の子ウルーにちなむ。種商名は2012年に死去した、中国の古生物学者、 長期心への懸命である。なおタイプ種の記載以降、アオルン族のタイプ種以外の種は知られていない。全長は1メートル程度。ホロタイプ標本、イベップ V15709 には、頭骨、左右の下学、単一の頸椎、単一の動詞、三個の OC、左尺骨、手、両地骨の下端、両甲子が含まれる。頭蓋骨の右下には、 重なり合う小骨片から構成されるほぼ完全な胸膜リンが保存されていた。標本の華奢な手には特に薄い台、お及び台、フォーナカテボ骨が保存されており、基盤的な重脚類の手よりも、派生的な飛鳥類型コエルロサウルス類の手に近い。全上顎骨派は4本、上顎骨派は12本、歯骨派は25から30本と見積もられている。 典型的な生態のコエルロサウルス類は、上顎骨葉が15本以上であることから、12本の上蛇骨葉の位置から、ホロタイプ標本は容体であることが示唆されている。巨子状構造がないか、または、縁位法のみに 1mm あたり10個ほどの非常に細かい巨子状構造を持つことは、独特な特徴である。しかし、私立のばらつきは容体であるゆえの特徴の可能性が、 あるとも指摘されてもいる。骨格構造から判断されるように、ホロタイプ標本は二足歩行の小型捕食動物のもので、全長約1メートル、体重約1.5キログラムの様体である。チョイニエル・エトールでは、大腿骨と頸骨の組織学解析とその他の特徴に基づき、ホロタイプ標本は最大でも1歳程度で、 明らかに産卵直前期の個体ではないことが指摘された。相対的に大型である眼科は生体の形態としては通常予想されにくいものである。記載論文著者は以下の標徴形質があるとした。アオルンは前上顎骨、前頭骨、尾骨状のトサカオ角点で同地域から算出しているグアンロンと大きく異なる。またアオルンには高い外尾骨と短い。 前方上顎突起もない。上顎窓は大きいが前上顎骨自体は短く、棒状の頬骨があり、上顎骨派と歯骨派の絵に、仮名に細かい巨子状構造が密に並んでいる。頸椎の椎体は長く伸び、2本の眼気孔がある。脊椎の神経棘は後方へ伸びていてかつ短い。恥骨は橋で湾曲する。アウルンはティラノサウルス上下よりも、 派生的ではあるもののコエルロサウルス類の基盤的位置に位置づけられた。これは、より派生的なコエルロサウルス類に当てはめられるだけの証拠となる、共有派生形質が煽るに存在しないためである。タイコスキーや他の論文では、この標本のように未熟な分類群を生態として、高度化して系統分析を行うと、未熟な分類群が、 同じ分類群の生態に対して人意的に基盤的位置に置かれるとされた。シューエトウル・でのバンニクスとシユニクスの系統解析では、アオルンは基盤的アルバレスサウルス上下に位置づけられた。アオルンのタイプ標本、イベップ V15709 は中国の新疆ウイグル自治区に位置するジュンガルボンチの石種事類相護災湾産地で発見された。 標本は2006年のジョージ・ワシントン大学と中国科学院古石水動物個人類学研究所との合同フィールド遠征で収集された。地層は赤茶色の陸源シルト元層で約1億6160万年前に堆積したことが放射年代測定により示されている。この年代はジュラギのうちオックスフォーディアン・アイト・カロビアン海の境界にあたる。 ジュラギのコイルロサウルス類化石は稀であり、その重要性は高い。標本は中国の北京、古赤水動物個人類学研究所に所蔵された。石時光類層の古環境は温暖であったが、季節的に乾燥していた。石時光類層の内誤災湾産地からは、基盤的ケラトサウルス類のリムサウルス、基盤的コイルロサウルス類のズオロン、基盤的ティラノサウルス浄化のグアンロン、 基盤的アルバレスサウルス浄化のハプロケールスなど他の獣脚類もオックスフォーディアン外から産出している。この豊かな小動物賞にはセリシプテルスのような翼竜、ジアンジュノサウルスやインロンのような長蛮類、ベルサウルスやクラメリサウルス、ティエンシャノサウルス、マメンチサウルスといった竜脚類がいる。おそらくアオロンはそのような生態系の中で小型のトカゲや哺乳類を捕食する。 動物植生動物であった。アオルンは、石事故類層から産出した中では7番目の、獣脚類かつ、最古のコエルロサウルス類で、中期から後期ジュラ期の獣脚類層の一部を成していると考えられている。ありがとうございます。